ドイツの切手に描かれた首手の肖像、ルートビッヒ首ではドイツの平和主義者。ドイツ帝国の皇帝ビルヘルム二世を鋭く批判したことで知られる。首手の長い人生はドイツの四つの時代にまたがる。1890年までのオットー・フォンビス・マルクによるプロイセン王国時代。1888年から1918年のビルヘルム二世によるドイツ帝国時代。 1918年から1933年のバイマル共和制時代、そして1933年からのナチスドイツ時代である。1927年に彼はフランスのフェルディナン・ビューソンと共にノーベル平和賞を受賞した。首ではブレーメンの裕福なブルジョアジーの唱家に生まれた。歴史書に親しみながら育ち、ドイツ平和協会にも参加した。若い頃から ビスマルクの政策に反対していた。1894年に彼は、カリグラ、アイネストディ・ウーバー・ルーマション・シゼランワンシンというタイトルの17ページのパンフレットを出版した。79もの脚中を含む短いエッセイで、表向きは1世紀頃のローマ帝国に関するもので、あったが、彼はこの中で、カリグラとビルヘルム2世を暗示的に対比させ、 実際には二人の権力妄想教を非難した。首ではパンフレットに実名を出そうと思っていたが、これは彼の歴史学者としての経歴を終わらせうるものであった。ため、いくつかの雑誌はその対比に気づかないふりをして短い書評を掲載した。第一次世界大戦が終わると、首ではベルサイユ条約に反対する組織に加わった。しかし、軍国主義者が ドイツの軍事力の大幅な制限と巨額の賠償金による差し迫った経済的危機を憂いたのに対してウッドロー・ウィルソンの勝利に期待した平和主義者はこのような危機的な状況が新しい戦争の種になることを指摘したアドルフ・ヒトラーが1933年に政権を取ると首ではスイスに避難し最終的にジュネーブに落ち着いた彼は修正 楽観論者であり続け、1934年、軍国主義が再び盛り返してきた頃にも、最新の技術が戦争の抑止力になることを信じて、ランドフリード・ウント・ウェルトフリードというエッセイを出版した。首では、83歳を迎える1941年に、スイスで亡くなった。ありがとうございます。